吉田佑ク、吉田佑ク、吉田佑ク、大正11年、1922年4月9日、昭和62年、1987年7月3日、は、日本の染色家、かすりつむき研究家。廃れていた、組織織、風通織,織を、剣、身織を繰り返し復元する。風通式に、新しい工夫を取り入れ、足す、九式綾つずれ織を考案。 難しいりを、初心者でも分かりやすい、紡ぎとかすりの技法入門として観光する。昭和32年、1957年、第37回新卓美工芸会展で、着物、水面就職を発表し、稲垣賞を受賞。新卓美工芸会,会会員、鳥取県伝統工芸士、鳥取県倉吉市は、奈良時代、放棄国の中心として、 国町や国分寺が置かれ、江戸時代は、鳥取藩主席家老荒尾島の領地として、自分主政治が行われ、放棄の国の文化の中心として栄えた。今でも当時の面影を残す多くの蔵が、国の重要伝統的建造物群保存地区として残っている。そして、芸術活動も盛んであった。山陰はお茶の盛んな地方でもあり、蔵吉でも元来武士の家や、 多少裕福な家では、どこでも日常的にお茶が立てられ、飲まれていた。このお茶を通しての文化の交流も盛んで、流派は表千家裏千家などだけでなく、山陰地方には、不満流なども流行っていた。なお、タスクは、この不満流作動を、咲く子は表千家流を習っている。倉吉は、そのような文化の地方であったからこそ複雑で、 芸術的なかすりが生まれる土壌ともなったのではないか。また、倉吉には、大正時代から、砂丘社という芸術文化の団体があった。砂丘社は、大正9年、1920年に、倉吉の中井金蔵らが創立し、前田漢治、川本緑寺、石田俊蔵など、鳥取地方の芸術家が集まり、展覧会や、音楽会、舞踏公演など幅広い分野で活動する。 芸術復興運動あった。特に若手の芸術家がよく集まり、積極的に活動していた。伊藤家の家系は、鳥取藩で名医を多く輩出した家柄である。実の祖父、伊藤健造は、長崎や横浜で西洋医学を学び、イギリスに渡り、明治3年、1870年帰国。当時としては、珍しいイギリス帰りの医者として、城下で開業。 鳥取県への多大な功績で、造成後用受訓。義理の息子、伊藤俊さんを援助新社へ。はやぶさんのために、病室数63という県内一の大病院、後の鳥取県立中央病院を創立する。伊藤俊さんは、伊藤健三の庇護の下東京大学及びヨーロッパで、十分な勉強を行い、52歳で、京都帝国大学医科大学長に就任し、 初期の兄弟医学部を発展させ、日本の医学界に貢献をする。定年後鳥取に帰郷して、地域医療のために献身的に勤めた。伊藤本家を継いだ、要祖父、伊藤良造も、長崎で西洋医学を研鑽した医師である。倉吉氏にも記載されている、文化人で難画を描くことに長寿、豪王極道という。伊藤家は芸術家の集まるサロンでもあり、 地域における情報発信の場所でもあった。伊藤家では、このような芸術環境に浸り、諸河骨頭を身近に育ち、芸術家が多く出ている。昭和初期に民芸運動が起こるが、各地を訪れていた民芸運動家の河合勘次郎、龍宗義、浜田昌司たちは、戦前からたびたび山陰を訪れており、鳥取には民芸運動家の吉田昭也の鳥取民芸館も、 創設された。寺には、倉吉へも足を伸ばして砂丘者の人たちや、民芸運動家とも交流しており、倉吉は、民芸運動の盛んな町となっていた。一等病院を継いでいた兄の、伊藤北条は、本人も芸術家であり、多くの芸術家の集まるサロンともなっていたが、吉田昭也の紹介で、河合勘次郎、龍鷹史勢、浜田昭治、宗形志向なども訪れている。 特に、宗方志向はたびたび、倉吉を訪問して、その都度、伊藤北条とも、信仰を深めている。昭和31年、1956年8月にも、倉吉に行っており、その時は、伊藤北条にお世話になったお礼にと再色画を描いていいた、すくは、このような環境で育ち、倉吉中学、現在の鳥取県立倉吉東高等学校の頃には、 美術思考がはっきりし、民芸運動の影響などもあり、多数、苦流の生き方が確立されてく。戦時中に、東京県数専門学校物理科に入学。昭和20年、1945年、東京県数専門学校を卒業し、倉吉に帰った、タスクは、倉吉の芸術文化の中心であった、砂丘者に加わり幅広い分野の人たちと信仰を深めていった。 まだ戦後すぐで、世の中の人の心もガタガタで荒んでいる頃、タスクは、砂丘社に所属している若手や、長谷川富三郎と実家の伊藤病院の一室で、話し合い、創作郷土玩具発表会を開くことにした。この、創作郷土玩具発表会は、何も手につかない、戦後の倉吉の人たちの心を慰め喜ばれた。この時大阪から倉吉に疎開していた日本画の画精。 かんたて千八1878から1905昭和32年、芸術院賞恩師賞昭和37年、大阪市初の名誉市民も立ち寄り数点、購入しているが、それはまた、タスク達し若者にも光栄なことであった。伊東家へたびたび訪れていた、版画家の長谷川富三郎は、姫路市に生まれ、鳥取市版学校を卒業後、倉吉の名蓮小学校に赴任。 初めて教員になって、倉吉に赴任した時に、しばらくの間大東家に寄宿しおり、懇意にしていた。長谷川は、左丘社に所属している中で、民芸運動に触発され、河合勘次郎を師と仰ぎ、宗方志向を、兄弟子として、慕うようになる。長谷川は当初は油絵を描いていたが、宗方志向の勧めで、版画家になる。兄、伊藤北条や左丘社、 長谷川富三郎等の影響で民芸運動に入っていったタスクは中でも染色、陶芸を好み、特に河合勘次郎を尊敬していた。また戦後に宗方志向が倉吉訪問の時は実家の伊藤家でたびたび観覧している。この頃、版画家で民芸運動に携わっていた長谷川富三郎へもたびたび訪問している。吉田作子は 吉田志郎を八千代の長女として、大正十三年、1924年4月28日に生まれる。祖父の吉田晋三は、鳥取藩主席家老荒尾島守の上級家臣。芸術家でもあり、諸賀骨董を好んでいた。家事長一丁目の表通りの家藩が、吉田晋三所有の菓子屋であったという。咲子の父で、晋三の長男、吉田四郎は、 倉吉科次長で吉田病院を開いていた。志郎も芸術愛好家であり、咲子は小さい時から芸術に接して育ち感性が自然と身についていった。三人姉妹になっていた昭和六年1931年、咲子が小学一年生の時に父の志郎死去。母の八千代と祖母のことにより育てられる。子供の頃からピアノを弾き、 生学が専門であった。鳥取県立倉吉高等女学校、現在の鳥取県立倉吉西高等学校を主席で卒業。小学校の恩師であり、版画家で民芸運動に携わっていた長谷川富三郎をたびたび訪問し、芸術や民芸運動にそう興味を持つようになる。そして、作子もまた、河合勘次郎作品が一番の好みであった。 地には、長谷川と共に、京都の河合勘次郎を、たびたび訪問。河合の娘と同い年であったことから河合勘次郎、夫妻に可愛がられた。佐久子は、終戦の年、1945年の暮れ頃、長谷川富三三郎に、タスクを紹介される。タスクも、佐久子もお互いが知り合う前から恵まれた、芸術環境の中で生きており、共に、芸術、民芸運動、 河合勘次郎が共通項目であり、このような二人が接近するのはごく自然のことであろう。半年後の昭和21年、1946年6月、長谷川の売尺で結婚。吉田家は娘ばかりであったのでた、すくは、婿養子となり、生を吉田へ。昭和21年、1946年、終戦直後、結婚の翌昭和22年。 1947年 GHQ の指揮の下、日本政府によって行われた農地解放、宅地解放などによりたくさんの借家を持っていた吉田家も伊藤家もそれらみんな亡くなっていったのである。佐久子にとってもタスクにとっても新婚早々急激に減収し初めて経験する休防生活となったのである。吉田佐久子と結婚した後倉吉市東中町に 諸国民芸の店風土を開く。店には、龍宗義、河合勘次郎、浜田昭治たちの指導した、湯町や牛の戸などの器や、諸国の民芸品、地元の若手芸術家が持っていた品のほか、近くの釜場でタスク買い付けをしたものが並んだ。民芸品店を営業する中で、かすりや貴重な風通式の布や、鉄も集まってきて、織物への興味がさらに深まっていき、 地元の獅子戸さねじに勧められ木綿がすりを吉田氏の母に高畑の指導を受け畑織を始める。昼間は民芸品店、夜は織物の毎日が始まったのである。翌年、国画開港芸部に織物を出品し、その後数年間出品をする。昭和25年、1950年に、タスクは倉吉町立西中学校教師となり、 夜はいつも二人で遅くまで旗織りをする毎日であった。江戸末期に始まった倉吉がすりは明治になって盛んにおられ、その当時倉吉地方の各家庭では自宅で使う木綿の木尺や布団生地はどれも家の女手で,でおられた。倉吉の娘は皆旗を習った。器用な娘は平織りのかすりとは違った折物、絵がすり、組織折り、 風通式を折った。だんだん複雑なものが増えるに従い、島町、自分の折る織物の参考に柄を集めて町面に貼ったものには、島より絵がすりが目立つようになっていった。絵がすりは、地のごとく絵のようなかすりで待つ、竹、梅、鶴、亀、大黒や、様々な自然物、器具、地などを柄に取り入れたもので、上手なものはまさに手で描いたような織物あった。 明治初年五郎犬をしごく稲子木仙人、稲子木仙馬が倉吉で開発され、西日本を中心に全国に広まっていったが、その稲子木仙人の行商人によって、倉吉の絵がすりは全国へ広まっていったのである。その柄の巧みさで各地でもてはやされ、より複雑なものほど高価に売れた。そしてさらに複雑な織物を目指すようになっていく。これが、 倉吉の女たちの貴重な内職収入源ともなった。食器は縦糸を上げたり下げたりしてその間に横糸を通して折っていくのであるが、その上げ下げする器具を走行と言い,い、二枚使うものが平折りとなり、走行が多くなるほど複雑な折り物が折れる。倉吉では、平折りの二枚走行でなく四枚走行で平折りでは、できないや,や折り、浮き折りなど様々な物折りや、 浮き柄の呪文が現れ、秋田折、八端折、一楽折、星七子折、鎖折、四目式等の名が残っている。中には六枚走行、さらに高級な十枚走行の組織折も折られるようになった。このような折物を総称して、風通式といった。風通式は、表裏別の糸を使い二重組織で折られ、表裏の糸が入れ替わり、 交差しているところ以外袋状になっているのが特徴である。一般的に平折りしか折られていなかった時代に複雑な折り物は大きな驚きであった。中でも不思議な折り方をする風通式に対しては憧れと畏敬の念を持たれたのである。面倒な組織式は誰でも折れるものではなく、ごく限られた人たちに折り継がれていったが、その中のさらにごく一部の人により折り方を伝える伝書が、 書かれた。しかし、大正時代になると、手織は工業生産に押されるようになり、また、倉吉がすりはその柄が手で書いたように高度であったため、機械化をすることもできなかったために、かすりの仕事は消えていったのある。倉吉地方で誇らしくおられた、風通式は、古い家の片隅か、省列の布として残っているだけとなっていった。吉田ダスクは、民芸運動と、 諸国民芸の店風土をやっている中で、残された小先の風通式やかすりの持つ奥深い美しさに愛おしさを感じ、なんとか倉吉で再現させよう、現代生活に合う新しいかすり、新しい織物を作ろうと倉吉がすりの魅力にとらわれていったのである。昭和30年、1955年頃、倉吉の旧家からかろうじて残っていた数冊の 織物の伝書を入手する。伝書の中には、落聴しているものや虫食いで、穴が空き地も読めず、ページもまくれないほどのものや、判読不能なものもあり読むことすら難儀なものもあった。これらを苦心の末、具体的な織と組織図、等を含み書籍としてまとめ終え、倉吉地方明治中期組織織と風通式として、完全版として発刊できたのは、 吉田田福氏後一周期であった。数箇所から手に入れた貴重な電車を解読しようとしたが、昭和30年、1955年頃には、倉吉にはもう風通式を織る人は亡くなっており、電車の文面を見せても、この複雑な織物の解読できるお年寄りいなくなり、全くの幻の織物となっていたのである。毎日の織物の合間に、日本各地へ出かけ旗織の参考したり、枚、 走行、八枚走行、風通式の伝承ひもと君よりを繰り返し、解読ていく根気のいる作業であった。もつれた糸を少しずつ解きほぐすように謎を解いていくのである。昭和三十五年、九百六十年に沖縄へ行上布やかすり、瓶型など、染色の探求を行う。この頃より数年間、何は短期大学、現在の大阪芸術大学短期大学部の、 非常勤講師として、染色指導を行う。また、この頃に、平松補助、現、東京芸術大学名誉教授と知り合いになる。タスクの作品に惚れ込んだ平松は、このような愛情のこもった手仕事は、倉吉の土地に残しておくだけでは、もったいない、広く知らしめたいと、阪急百貨店で個展を開く、よう提案する。平松の紹介で、 大阪梅田の阪急百貨店にて、吉田ダスクテオリ店、第1回を昭和36年19、191年に開催し、多くの反響を得る、以後毎年開催。この年、ダスクテオリ研究所を開き、工房で後輩を指導しつつ、工房を中心とした生活工芸にも芸術性を高めていく。京阪神からは常に数名が弟子入りして、倉吉に住んでいる。また、 木の改良を行い現代の狭い部屋でも使えるように、コンパクトに畳める食器なども考案して販売している。創作したり考案することには優れていたが、自分で宣伝したりすることは全くできない人で、表に出ることもなく、静かに後にいてコツコツと創作していく人であった。中学教師の傍ら精力的に染色の創作活動を続け、大阪や東京、 銀座での毎年の個展などで、タスク織りのファンは増えていった。昭和40年、1965年、東京池袋の西部百貨店美術画廊で個展を行い以後4年にわたり5回行う。その後は、銀座八丁目千引屋の隣の銀砕堂画廊にて、6年間行為その後は、銀座3丁目、越後屋画廊で、継続会。昭和47年。 1972年に、インドネシアへ織物研究に行く。翌々年には後に古代染色である、貝紫を発見した、吉岡常夫を団長に、染色家で、人間国宝の志村含み、片江染の伊佐敏彦、染めし吉岡の吉岡幸夫、染色家、港月家、沖縄の瓶型から、京風の瓶型を生み出した、初代、栗山義三郎など総勢28名と共に、 メキシコへ織物研究に行く。倉吉の現象解読し織りを試みる一方、沖縄、タイ、インドネシア、メキシコなどへ出かけ織物研究をする中で、曲線式、斜め織りを考案し、さらに、これらの織り方と綴り織りを併用し、これらの組織を紡ぎの着物に織り込み、生かす中から、吉田ガスクの紡ぎパターンや技も生まれ、現代の布として、貴着や帯、 ストールなどに使える布として、タス、クシキ、あやつずれより生まれていった。約20年の歳月を費やして、ようやく伝承を解読し、4枚、装甲、8枚装甲、風通式などを実際に折って実証していく中で、自身のものにしたタスクは、ようやく昭和50年、1975年に一冊の本にまとめ、 基地地方明治中期組織,織と風通式を刊行する。タスクは、織物の製作の傍ら、倉吉地方の伝統の織物の解説書の著述を、はじめ雑誌や新聞でも、染色の研究や染色にまつわるコラムなどを、記している。一例として、万葉集を題材に、染め通りの万葉墓場を、日本海新聞に、昭和57年、 1982年3月5日から昭和59年1984年3月30日まで毎週2年にわたって100回連載。月間、染色アルファの創刊時には依頼され、紡ぎ折りのポイントを6回連載。そして、さらに昭和59年1984年11月号から6回の2度に渡り紡ぎ折り。 かすり折りの技法を図説で発表。これについて、全国で織物をしている読者から反響が多く、これをもとに再度内容を洗い直し、誰が読んでもわかりやすい本にすることを第一に考えて、この技法のすべてを新人及び後輩指導のための技法書として一冊の本にまとめて、紡ぎとかすりの技法入門を刊行する。誰かに見せて直しをしつつ十年近くにわたって、 コツコツと書き続けた老作であ。しかし、その発刊を待たずに、昭和62年、1987年7月3日死去。他、スクは、どこへも、弟子入りをせずに独自にやり、師匠についたりして教わってこなかったことがかえって、自由な発想を生むようになったようである。そして、紡ぎ織を中心に研究遂行を重ねた、諸技法、染め法を駆使して、 史上豊かで麗しく郷土の香りを十分に生かした素朴で哀愁に満ちた作品を毎年続けて発表し注目を浴びている。他、スクは、シルク、ウール、麺などの天然繊維しか使わない。地には自分で手で綿を紡いで糸を作り、それを天然の植物を煮しめて絞り出した染料で染めて織り出すという全工程を一貫しておなうのであった。染料としては 柿の葉、玉ねぎの皮なども使っている。着物が代表作であるが、帯、ストール、マフラー、ネクタイ、のれん、テーブルセンターなども手掛け、壁掛けにも優れた作品を残している。昭和50年、1975年、第30回新卓美工芸会展に、四季シリーズのタペストリー、春、夏を出品し、入選、加作賞を受賞。翌51年、 1976年、第31回展に、秋を出品し、入選。続いて、翌52年、1977年、第32回展に壁掛け、冬、倉吉博物館像を出品して、一般出品者として、最高の新卓未賞を受賞し、新卓未工芸会会友に推挙される。さらに、第37回新卓未工芸会展では着物、 水面就職、春秋を出品。水面就職で、新宅未工芸会最高の栄誉である、稲垣賞を受ける。このように立て続けに賞を取り、そして、異例の速さで会員に推挙された。この、式シリーズは、木綿糸とウール糸を使い、春夏秋冬の式を、組織を入りで、抽象表現した壁掛けで、それぞれが幅0.8メートル、 長さ4.5メートルととても大きな作品である、倉吉博物館所蔵。何も言わなかったが、品を大切にした人物であった。無意識のうちに、品のあるものを選び無意識のうちに、それが表現されている。タスクの作品は人柄そのものである。山陰の風土から来るものなのか地味である。自分をよく見せようと人の前に出て騒ぐ、跳ねるといった派手なところは少しもない。 それだけによく見ると、作者の細やかな愛情が至るところに感じられる。何気ない中に気品がある。控えめな人柄が使う人を引き立てる。使えば使うほど人に馴染み、生き生きとしてくる工芸への本質がそこにあった。あった、スクは、倉吉市立、西中学校、倉吉市立久米中学校、大英中学校などで美術を教えているが、 中学の美術の教諭で織物の教育を始めた最初の先生でもあった。静かで緩やかな口調で優しくさりげなく生徒の力量を組み上げるやり方で多くの生徒の美的感覚を呼び起こす教育を行っている。織物や美術を習った多くの生徒が今も各地で活躍をしている。生徒にはタピストリー作家、麻生美和子や漫画家、青山豪将などがいる。 タスクは、朝夕暇があるとの病散歩へ出かける。そして庭にはその名もないような山野草が、一見雑然と植えられているようだが、発見と配置の妙であろうか名もない草花の魅力を、心地よい配置で見ることができる。そしてそれらの山野草は皆、原料としての研究材料ともなっていたのある。タスクは、染めているのではなく、 自然の草や好みから素晴らしい色が生まれ、それを草木に染めてもらっていると言っていた。昭和56年、1981年には、NHK の新日本機構で、かすりの似合う町、倉吉を放映したが、織物を復活想像しているタスクと君の助が出演。そして24年後それを追いかけた番組、NHK 新日本機構再び、2005年にありし日。 の田すくと君之助が、再び出演している。1969年頃、東大寺の清水君明大僧場を自宅に迎え、話を伺う中で、タスクの染色に対する姿勢に好感を持った、大僧場より、ふそめの号を名付けられた。また、オラズやの田すくとも言われた。ふそめの号を得て、タスクはとても感激し大切にしていたという。東京国立岩センターに、 食道癌で入院。タスクは、ホタルと、月見草をこよなく愛していた。そして、月見草の咲き始める頃、1987年7月3日、東京国立癌センターにて、食道癌のため生居。東大寺館長、清水君明氏より、海名、天心院、梶事洋介や寄付染子,子児と命名された。タスク学心して解読したり創作した。 染色技術はかすりを織りたいと思う人々を増やしていき、現在では倉吉にも木の音が少しずつ聞かれるようになった。この吉田タスクの操れ織りは三男の吉田君之助に受け継がれている。吉田君之助は2004年鳥取県伝統工芸士に認定され、2006年にハタスクと同じく新宅見工芸会会員に推挙され、今に至り、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。